皆さん、おはようございます。朝刊原田の時間です。今日のクレドです。連発やね、昨日の山本五十六先生、原神の言葉に続く第2番目がね、話し合い、耳を傾け承認し、任せてやらねば人は育たず。話し合い、耳を傾け承認し、任せてやらねば人は育たず。いかがでしょうか、今日のクレド。元気アップしたと思います。いってらっしゃい。2行目があったというのは驚きやね。ねえ。やってみせ、言って聞かせてさせてみて、褒めてやらねば人は動かず。これに2行目があったというのはもう僕はもうそれだけで、驚きというか、宝物を発見したような感じでした。二行目。話し合い。耳を傾け、承認し、リスペクト。任せてやらねば人は育たず。ねえ、どうかな。これほんまに人材教育の立場に立っているものからしたら、もう法則性通りですよね。でもそれをあの戦乱の戦争の時代に山本五十六先生がそれをまた言葉でね、このようなことを投げかけておられておったということ自身がね、驚きですね。味わってみましょうね。まず話し合い、耳を傾け、傾聴というのは言葉じゃなしに、その人が発している言葉の下にある心ね、その心は氷山の上下クレドで勉強してこっちや、本音本心、そこを聞こう、本当の気持ちを聞こうとする傾聴、そして承認しリスペクト、お互いを認め合い、この承認はまた連続でクレドで皆さんと勉強しようかな、楽しみにしておいてくださいね。そして任せてやるって、やらせてみる、任せてやる、責任を委ねて信頼してやる、そうしないと人は育たないよっていう、そういうクレドでした。どの部分をとっても人間教育についての答えになるクレドです。今日はこのクレドのどこかの部分、ないしは全体を感じながら人に対して接する人育てにね、挑戦しまえたなと思います。大きな変化が出てくる実践からのクレドでした。素晴らしいですね。元気アップにつながりました。元気よく今日も行きましょう。教育について、人間教育について挑戦しようかね。頑張っていきましょう。では行きましょう。拍手お願いします。よー、人間教育、人材教育、人教育、いってらっしゃい。